銀河忍法帖別代、天の川を切るは、山田風太郎の時代小説。忍法帖シリーズの20番目の長編。週刊文春1967年10月30日号から1968年7月22日号に、掲載され、1968年に、文芸春秋心者から新書版が刊行された。続編に、忍法封印今破るがある。 クノイチとブライカンの二人組が佐渡の帝王、大久保長康を狙う。長安は科学兵器を用いる五人の愛称と忍法を用いる五人の伊賀忍者に護衛されている。大久保長康が強烈な悪役キャラクターとして描かれている。長安の時代を先取りしすぎた科学力は魔術の域に達しており、思想は三百年先を行っている。鍛錬して継承させて、 死ねばあっさり失われる名人芸人法を大久保長安は否定し体系整理した知識・サイエンスの価値を強調するこのテーマには山田風太郎の戦争体験と戦争感が現れており地の文にて唐突にマリアナ海戦を引き合いに出しゼロ戦のエースが死んだら次戦の物量戦で大敗したという事実に触れる新書版解説の荒又博士は 忍者を否定する、長安一派こそが新時代の忍者なのであると解説し、また戦後日本の成長を科学忍者体と評する。江戸時代初期に時代不相応な西洋科学を取り込むというスチームパンク的な要素が強い。その一方で忍法はローテクノロジーになってしまっている。特に本作の忍者の技能の特徴として、武術という側面が強いことが挙げられる。 た作品に顕著に見られるような、高等無形なエロ忍法ではない。これらの忍法を駆使する伊賀忍者たちは、挫折から修練して、超人技を身につけた者たちである。この点は、続編の、忍法封印今破るの甲賀忍者たちの、魔術的忍法とは、対照的。シリーズにおいても、伊賀椿隠れの谷の掘り下げがある数少ない、作品であることも特徴である。 特に、木坂達タ氷への階層にて、ツバガクレの長老と、血統操作について研究される。ただし、黄河忍法帳と年代は近いが、銀河、封印の伊賀忍者と、黄河の伊賀忍者の特徴が異なるので、直接の続編であるとはならない。大久保長安は、家康に、サイエンスの兵器を披露する。戦車は、数十名の伊賀忍者を、一方的に蹂躙し、 新兵器を持った女子衆は伊賀の精鋭をあっさりと退ぞける。長安の佐渡行きに際して、服部半蔵は伊賀忍者ご人衆を護衛に任命するも、長安は武芸者はいらぬ。新編警護は新兵器を持った女子衆で十分と言い、伊賀者は不本意ながら遊軍としてついていく。旅の巡礼者であるときは、長安が兄のあだと言い。 ブライカンの六分線に自分を護衛してくれと頼む。六分線は時に惚れたと依頼を承諾し、時は長安を殺してくれたら抱かせてやるという。長安と敵対するということは伊賀忍者と妖火親衛隊を相手にするということである。六分線は遊閣の女を抱こうとするも時は嫉妬し、ならば六分線は長安のかけを犯してやろうとする。 また、長安は時を捉えて、女聖主にしようとする。時の蘇生は、大阪、豊臣サなどの区の市である。だが六分線は彼女には魚しきれず、勝手に行動しては事態を引っかき回す。新書版45ページ。実際にスチームパンクジャンルが没興したのが1980年頃なので、時代を先駆けており、またスチームパンクは、ビクトリア朝の舞台に、 SF 要素を取り入れるという手法であるため厳密には異なる。現代では陶器師を指すが、当時は金山における絶対的存在。大御世家康がその特権を保障した。ありがとうございます。